デデドン。にわちどもにわとりにわ。さて今回はこちらのジグワットさんが送ってくれたガーリックバターソースという、まあその名の通りのソースを使って、まあ、こちらの商品を作っている健康っていうところの会社のホームページに、まあ、公式レシピが載ってたので、その中から豚バラのガーリックバターライスっていうのを作ってみたいと思うにはね。それでは早速レッツニワッチング、ここ。はい、それでは早速作っていきたいと思うには、まあ公式ページには5人分の分量が書いてあったんやけど、さすがにそんなにはねいらないから、まあ半分で作っていきたいと思うにはね。それでまず、浸水させておいたお米 250g に水 215g を入れるにはね、そんでなんかコンソメスープ 60g っていうのがちょっと難しいところで、 60g にどれぐらいコンソメのこの固形のコンソメのあの元を入れればいいのかちょっとよくわかんないにはよね。だからまあちょっと、まあ、全部じゃさすがに多いから、ちょっと削って、はい、こちら、まあ、4分の1ぐらいにはかね、これをまあ 60g のお湯に溶かすのはね、ぐる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 、ほんで投入と。そしてこの主役のガーリックバターソースを6から 7g ぐらい入れるみたいなね。よくわかんないが、まあ軽くトポトポトポっと入れとけばいいやろ。そしたらまあ混ぜて、ガーリックバターのいい匂いには、あのフランスパンのコパンみたいなあんな感じの匂いがすごいするにはね。それではあとはこれはまあ普通にあとは炊くだけにはね、ピッとパッパッと、はい、蓋をしてと、コッコー、はい、それではこちらではお肉の準備をしていきたいと思うには、レシピでは豚バラ肉だったんやけど、こちらの豚肩ロースかなの方がちょっと半額で安かったから、今回はこっちの肩ロースでやりたいと思うにはね。で、まあ、スキレットくんにサラダ油をひいて、でこちらのガーリックをまあ開けていくにはね、はい、でまあこんな感じでね、サラダ油にニンニクの香りを移しつつ、まあ、オニオンをいい感じにフライにしたら、まあ、オニオンをちょっと抽出しておくのがね、パラパラパラ、ほんでこのオニオンの風味がついた油でこの肩ロースを焼いていきます。結構油跳ねするから焼っときましょう、コッコー、はい、でまあ焼けたらちょっと一旦取り出して、ちょっと油がすごい出たからこれ吸っちゃうにはね、こんなに油はいらないには、はめるはめる、こんなもんにわかんねえ。そしたらもう一回この豚肉を戻して、でここでこのガーリックバターソースを入れていくには、まあ、ついでに胡椒もしときましょう、であとはよく炒めるにはね、絡めながら、すごくバターの香りがいい感じには、はい、これでお肉は準備完了にはね、コッコー、はい、そしたらこちらのお皿に炊けた、まあ、ガーリックバター風味のね、あんまりそんなガーリックバターって感じはしないけど、まあ、風味がついたお米をちょっと持っていくのはね、ポン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 、そしてここに先ほどの豚肉をまあ乗せていくのはね、そしたら最初のあのガーリックもちょっとパラパラっと中央に乗せて、で最後にこちらの乾燥パセリをファサファサっとすれば、もう一気になんかこれだけでおしゃれになるにはね。はい、こちら豚ロース肉のガーリックバターライスの完成には、それでは実食、コッコー、それではいただきます。どうやろうね、まあ、問題は塩気が足りてるかどうかにはね、割とあのソース、まあ、風味はつくんやけどしょっぱさはそこまでないから、まあ、そこが気になるところには、ではいただきます。なるにはなるには、まあご飯の方は本当にほんのりガーリックバター風味って感じにはね、でもお肉とこのガーリックのおかげで
まあ、しょっぱさもまあまあ足りてるっちゃ足りてるにはね、これだけで完結できるには。それでは以下、黙々タイム。コッコー、ガーリックバターソースを送ってくれたジグワットさんに感謝を込めて、ごちそうさまでした。まあ総評としては、普通に美味しかったにはね、星3つって感じには。でまあ強いて言うなら、お米を炊くときに、まあもう少しコンソメを多めに入れたり、ガーリックバターソースを多めに入れたりした方が、まあ味がついていいかもしれないにはね。でもまあこれは便利にはね、簡単にこのガーリックバターの風味を持たせることができるし、これ冷蔵してもバターだけど固まらないらしいには。だからすぐにいつでもね、冷蔵保存してても使えて便利にはね。これはまたどんどん使っていきましょう。それでは今回はそんな感じで、コメント返しへゴー。コメ返しコーナー。なんか見慣れた絵で安心するわ。そのうち鶏なしじゃ精神不安定になるぞ。ふひひ、計画通りには。服も似合うし、露天出す接客苦手だから NG。クッキーズか、膝ついてるんごんね。北海道の透き通ったイカで刺身を作ってほしい。北海道でも最近イカ高いにわん。酒で酔って気持ち悪い、ニワトリさんの声で冷ましに来た。ニワトリはしじみチャンスだった。アイスボックス食べよう、13キロカロリーや。あれもっといろいろ種類あればええのにね。本物の果物でシロップ作ろうぜ、コスパ。レモンはないの、売ってないにはよね。部品の紹介するなんてよっぽど好きなんやな。料理動画と見せかけた商品紹介動画にはからんね。ピンクかわいい、青よりピンクの方が安かったにはよね。今はなんか逆転してるけど。冷凍庫の製氷機のじゃダメなのね。削れないこともないけど、デコボコしてるから削りづらいし、歯にも負担大きそうには。まあバラ氷 OK の商品もあるから、よく見て買うといいにはね。手が綺麗で素敵、デブって言われたり綺麗って言われたり忙しいテくん。歯を削らんと溶けるぞ、ちょっとぐらい溶かして削った方がいいらしいにはよ。質が悪いの使ってると歯がどんどん切れなくなっていく。まあ削れなくなったら買い替えればええには、高くないし。削るの楽なの見せるのに、一番動かすところ見せへんのかーい。撮影失敗にわとり。外せるタイプの場合、切れ味悪くなったら使う前に一度外して研ぐんやで。研ぎスキル皆無にわとり。女を舐めたら怪我するで、そらペロペロしたら殴られるやろんな。ペットボトル縦切りにしてスライドしながら持っていくか、その発想はなかったには。鼻つまんでかき氷のシロップ舐めたら全部同じ味する、そんなことないんちゃう。コーラ入れてもいいんじゃね、マックとかのコーラみたいになったには。ブルーハワイの味に関して定義はないらしいね。はえー、あらかじめシロップを混ぜた水を凍らせたらどうなんやろ、どうなるんやろんね。冷たすぎると甘さ感じにくくなるから、常温の方がええんちゃう。縦長の器ならシロップはそこに少し入れて、中段にも少し入れた方がいいぞ、どうせ混ぜるから。天然水のかき氷は頭キーンってならない説も実験して、こま。同じ味ネタが広まってから各社ちゃんと味変え出してるで、それまでは同じだったのか。そもそもちゃんと口の中で溶かして飲み込めばキーンとならないぞ、ニワトリ不正疑惑。いちごミルクのフラッペになっちゃってない、かき氷とフラッペって違うんには。細かい氷だと頭痛起きづらいんだよ、こまま。ニワトリの嗅覚ってあるのって調べたら結構敏感らしい。はえー、くん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 、あ、くん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 。ボーボー系、初めてメニューで見たとき読み方わからなくて、ボーボー鶏くださいって言ったニワトリの黒歴史。ワイもそのくらいや、ちな体脂肪率一桁やぞ、スポーツ選手か何か。オタルだよね、まあ間違ってはないからそういうことにしておくには。実は北海道はガス代が高いんだよね、都市ガスもプロパンも。じゃあどっちもどっちもにわか。全部おごってやるからオフ会とかしようぜ、
やったぜ、高級店貸し切ってフルコースには。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃん、ピクシブファンボックスで支援してくれているスポンサー美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ。にわっち。